はい、どうも、はい、榎本晋作です。はい、3月19日、今4本目ですね。カラカンでお届けしてます。で、4本目のテーマはこれです。建築現場の未来について。これちょっと、なんかいきなりお堅くてマニアックなテーマだったんですけど、意外とその大事なところだと思うので、ちょっと、お話しさせていただければと思います。で、建築現場っていうのは、要は道路工事とかいろいろやってるじゃないですか。なんか建物建ったり、デベロッパーの人たちが。あれどうなっていくかっていうところですよね。二つキーワードあると思ってます。キーワード、一つが 5G ですね。および 6G ぐらい。まあ 5G で十分だ。5G ね。5G っていうのは超高速インターネットで、もうドコモとかプラン発表しましたよね。で、皆さん 5G 携帯ないと 5G 携帯使えない、5G 使えないんで、5G 携帯、Apple とかは多分9月、10月ぐらいに発表するんで、iPhone はちょっとそれまで待ってください。で、他は、Galaxy の折りたたみのやつとかはもう KDDI から出てるんで、そういうのとかでもいいかもしれないです。で、5G が一つ。で、もう一つのキーワードは、ロボティクス。ロボティクスですね。まあ、ロボット化です。で、ロボットって言っても人型のロボットではないです。これヒューマノイドロボットって言いますけど、ロボットって基本的には自動的な意味合いなので、例えば料理ロボットだったら手だけで、手だけの料理ロボットとかいるんですよ。だって別に料理するんだったら手2つでなんとかなるじゃないですか。まあ、ロボットなら3つ4つあってもいいし、まあ、1つの手でもいろいろできますよね。はい。で、というところが、大事なんですけど、で、これ具体的にどうなっていくかっていうと、今一番言われてるのは、遠隔操作による、建築の、未来みたいなこと言われてますね。で、どういうことかっていうと、例えばショベルカーあるじゃないですか、ショベルカーありますよね。で、ショベルカーあった時に、このショベルカーっていうのかな、まあ、その車であるじゃないですか、そういうの、建築現場で動いてるやつ。あれとかって、人が乗って今運転してますよね。でも、ぶっちゃけ話言うと、あれって別になんか人乗んなくても遠隔で運転できたらいいなとか思いません？あ、思ってるの僕だけですかね。まあ、例えば、これどういう時に機能するかっていうと、ごめんなさい。どういう風にやるかっていうと、例えば僕がここにいながら大きな画面見て、大きな画面スクリーン見て、福島とか、東北とか、宮城県とか、ひいては沖縄県のトラクター操作したりするとか、そういう話ですよね。トラクターなのかな、まあ分かんないけど、そういうことができるわけですよ。できるわけです。で、これは結構まあ自動運転でもいいかもしれないですけど、建築現場で自動運転のシステムっていうのは移動の話ではなくて操作の話なので、どっちかって自動運転よりもこのロボット遠隔の方がいいかなって。で、これ 5G だとめちゃくちゃ早いんですよ。要はそれより遅いインターネット回線とか回線だとやっぱラグが出ちゃうんで、やっぱ使いにくいとかなるんですけど、もう僕がなんかピッて言ってなんかショベルカーバーって動けみたいなこと言ったら、もう一瞬でバーって動くわけですよ。人間の操作と同じぐらいのスピードで遠隔でも動くっていうのが 5G のすごいところ。これが一つありますよね。で、もう一つがなんか AI 搭載のロボットがじゃあ例えばできたとするじゃないですか。そのショベルカーとかを操作してるような僕ですね、僕がショベルカー操作してるじゃないですか。じゃあ例えばこれが僕じゃなくてロボットになったとしてください。顔とかいらないですよ。顔とかいらない。だって別にロボットなのも別に人型である必要ないから。で、それで顔とかいらないんで、AI 搭載の建築特化型のロボットがここで操作してるとするじゃないですか。で、ショベルカーとか 5G とかで、時間タイムラグなしでできるとしますよね。そうすると何ができるかっていうと、あれなんですよ、人間が立ち入れないような危険地帯で仕事ができるわけですよね。これ結構重要で、例えばなんかあれじゃないですか、もうじゃあ断崖絶壁で工事したいぜとかあるかもしれないじゃないですか。なんかまあそれ自然環境的にどうなのかとかいろいろあるんですけど、まあ断崖絶壁だったりとか、あとまああんまり言いたくないですけど、福島とかのその原発の影響でちょっと入れない地域、まあひいてはチェルノブイリとかもそうだったんですけど、そういうところに対してじゃあロボットショベルカー、ロボットっていうかその遠隔操作ショベルカーを送って、その僕らがそのあれだ、僕らじゃなくて AI とかがそれ操作するみたいな、人間サポートとかで現場サポートとか進行管理だけすればいいみたいな話ですね。そういうところなんで、まあ人間の数減るかもしれないですね、こういうところでは。確かに。なのでまあそのロボットとかに詳しいところ大事ですね。で、これさらに言うとドローンとかで建築物質とか運んだりできるんで、ドローンも大事かもしれないですね。というと
頃の流れになってくるんで、まあ、未来の建築結構人件費落ちてくるかなっていう可能性は考えられます。じゃあここからまあ建築現場の人たちどうすればいいかみたいなところなんですけど、まああれですよね、よりなんかその段階的にまでなんかいろんなものを作れる可能性も出てくるんで、まあ、未来の建築のあり方みたいなところで今まで人間がやった限界を超えられるっていう発想法からいろいろとそのまあ建築の未来考えていくのがいいんじゃないかなって思いました。はい、本日はここまでにしたいと思います。今回もありがとうございました。ではでは次回よろしくお願いします。あ、これ木の下ですね。